平野翔と神宮寺勇太の飛べ、加入一周年記念。ファンが振り返る特別な一年。平野翔と神宮寺勇太の絆が深まる一年。飛べ、加入一周年の喜びを共有。平野翔と神宮寺勇太が再びエンターテインメントの世界に戻ってきた日を記憶しているファンたちは、喜びと感謝の気持ちを込めてその日を迎えました。彼らの加入から一年が経過したこの日、 ファンたちは再び彼らの存在を実感し、その成長を祝いました。平野翔が自身のインスタグラムストーリーズで、今日で俺とジンは一年だね、と投稿し、神宮寺雄太と共に飛べ加入一周年を祝う姿は、多くのファンにとって希望と喜びをもたらしました。彼らが再び舞台に立ち、新しい冒険を始めたことは、多くの人々にとって感動的な出来事でした。この一年間は、 平野と神宮寺にとっても、ファンにとっても特別なものでした。平野はストーリーズで、肩にかかる長さの髪を持ち、白い T シャツを着てレモンが入った飲み物を飲む姿を投稿しました。その姿を見て、彼自身が、一年前の俺は髪めちゃくちゃ長いね、と振り返ることで、彼の成長と変化を感じさせるものでした。彼の、コングラッチュレーションという言葉は、ただの一周年の祝福だけでなく、 これからのの未来に対する期待と希望を込めたたものでした昨年7月7日に戸部公式 YouTube の再配信で事務所への加入を発表した平野と神宮寺はその瞬間から多くのファンにとっての希望の象徴となりましたその1年前の投稿では平野紫です「インスタ始めました」として神宮寺との2ショット写真などを公開し ハッシュタグトベアンダーラインジグ平らただいまというハッシュタグをつけてインスタグラム解説を呼びかけましたこの呼びかけはファンとの新たなつながりを築くための第一歩であり多くのファンがその呼びかけに応じました平野と神宮寺がエンターテインメントの世界に戻ってきたことは多くの人々にとっての希望と救いとなりました彼らの活動を通じて多くのファンが日常の困難や悲しみを乗り越える力を得ました あるファンは毎日泣いていた絶望の日々から救い出してくれた二人には感謝しかありませんと述べています彼らの存在がどれほど多くの人々にとっての希望となり支えとなっているかが伝わりますまた彼らの活動は日本国内だけでなく国際的にも注目されています BTS のアーミーとして活動していたファンも推しが平気に息胸にぽっかり穴が開き もう何かを追いかけるのはやめようと思ってた矢先にナンバーアンダーライン愛が流星のごとく現れましたと語り平野と神宮寺の登場が新たな希望をもたらしたことを強調しています彼らの成長と成功は多くの人々にとっての励みとなりさらなる夢を追い求める力を与えています彼らの英語力についても心配は少なく BTS の例を挙げながら 英語圏に行くことが増えれば若いしすすぐ習得するでしょうと楽観的な見方を示していますこのように彼らの未来には多くの可能性が広がっておりファンたちはその成長を見守りながら応援しています平野と神宮寺が再びエンターテインメントの世界に戻ってきたことは多くの人々にとっての奇跡のような出来事でしたその喜びと感謝の気持ちはファン一人一人の心に深く刻まれています 彼らの活動を通じて、多くの人々が新たな希望を見つけ、日常の困難を乗り越える力を得ています。これからの未来に向けて、彼らがさらに輝きを増し、多くの人々に希望と喜びをもたらすことを期待しています。彼らの成長と成功は、ただの偶然ではなく、努力と情熱の結果であることは明らかです。平野と神宮寺は、その才能と魅力を最大限に発揮し、 多くの人々に感動と希望を与え続けています。彼らの活動はエンターテインメントの世界に新たな風を吹き込み、多くの人々にとってのインスピレーションとなっています。ファンたちは彼らの成功をただ見守るだけでなく、積極的に応援し、その成長をサポートしています。応援している私たちも同じです。これからの活動も楽しみにしていますという声が多く聞かれるように、 ファンたちの熱意と情熱は、彼らの活動をさらに活気づける力となっています。彼らの再出発がもたらす希望と感動は、多くの人々にとっての光となり、日常の困難や悲しみを乗り越えるための力となっています。平野と神宮寺がこれからも輝き続け、多くの人々に希望と喜びをもたらすことを願っています。この一年を振り返ると、彼らの成長と成功は、 多くのののファンにととっってて希望の象徴となっています。彼らの活動を通じて多くの人々が新たな希望を見つけ日常の困難を乗り越える力を得ていますこれからの未来に向けて彼らがさらに輝きを増し多くの人々に希望と喜びをもたらすことを期待していますファンたちは彼らの成功をただ見守るだけでなく積極的に応援しその成長をサポートしています 応援している私たちも同じです。これからの活動も楽しみにしていますという声が多く聞かれるように、ファンたちの熱意と情熱は、彼らの活動をさらに活気づける力となっています。彼らの再出発がもたらす希望と感動は、多くの人々にとっての光となり、日常の困難や悲しみを乗り越えるための力となっています。平野と神宮寺がこれからも輝き続け、 多くの人々に希望と喜びをもたらすことを願っていますこの一年を振り返ると彼らの成長と成功は多くのファンにとっての希望の象徴となっています彼らの活動を通じて多くの人々が新たな希望を見つけ日常の困難を乗り越える力を得ていますこれからの未来に向けて彼らがさらに輝きを増し多くの人々に希望と喜びをもたらすことを期待しています ファンたちは、彼らの成功をただ見守るだけでなく、積極的に応援し、その成長をサポートしています。応援している私たちも同じです。これからの活動も楽しみにしています、という声が多く聞かれるように、ファンたちの熱意と情熱は、彼らの活動をさらに活気づける力となっています。彼らの再出発がもたらす希望と感動は、多くの人々にとっての光となり、 日常のの困難や悲しみを乗り越えるための力となっています平野と神宮寺がこれからも輝き続け多くの人々に希望と喜びをもたらすことを願っていますこの一年を振り返ると彼らの成長と成功は多くのファンにとっての希望の象徴となっています彼らの活動を通じて多くの人々が新たな希望を見つけ日常の困難を乗り越える力を得ています これからの未来に向けて、彼らがさらに輝きを増し、多くの人々に希望と喜びをもたらすことを期待しています。ファンたちは、彼らの成功をただ見守るだけでなく、積極的に応援し、そのなり、超サポートしています。応援している私たちも同じです。これからの活動も楽しみにしています、という声が多く聞かれるように、ファンたちの熱意と情熱は、 彼らの活活動をさららに活気づける力となっています彼らの再出発がもたらす希望と感動は多くの人々にとっての光となり日常の困難や悲しみを乗り越えるための力となっています平野と神宮寺がこれからも輝き続け多くの人々に希望と喜びをもたらすことを願っていますこの一年を振り返ると彼らの成長と成功は多くのファンにとっての希望の象徴となっています 彼らの活動を通じて多くの人々が新たな希望を見つけ日常の困難を乗り越える力を得ていますこれからの未来に向けて彼らがさらに輝きを増し多くの人々に希望と喜びをもたらすことを期待しています